アリナミン A 錠剤、アリナミンは、アリナミン製薬株式会社が販売する錠剤と栄養ドリンクの商品名である。かつての親会社の武田薬品工業株式会社からは、処方箋医薬品として錠剤と注射液剤が発売されている。1954年にアリナミン等以上を発売。ビタミン B1 欠乏症である格下の治療薬の 開発を大日本帝国陸軍から依頼されたことが、きっかけで開発が始まったため、ビタミン B1 誘導体が薬の主成分となっている。種類として、錠剤と栄養ドリンク剤があり、その種類も多岐にわたっている。なお、当初は、ほとんどが医薬品だったが、1999年に栄養ドリンク剤が医薬部外品に移行されたことで、 OTC 医薬品の製品として医薬部外品の製品が存在する。アリナミンは日本国外でもチアノイロン、タケトロン、ベニューロン、ネブリトン、プロネウリン、アクティノブなどの名で販売されている。2021年7月時点でアリナミン上、アリナミン A、アリナミン EX プラス、アリナミン V、アリナミン V0、アリナミン7、アリナミン07で アリナミン製薬表記品へ順次切り替えが行われている。旧武田コンシューマーヘルスケアでは製品パッケージにロゴマークが表記されていたが、アリナミン製薬表記品では製品パッケージにロゴマークを表記していないため、ロゴマークが表記されていたところは空白となる。過去の CM 出演者については歴史を参照。ありがとうございます。